ください。トーナメントグランドファイナル決勝戦、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー180cm、90kg、ダン・ヘンダーソン。赤コーナー185cm、108kg、レナート・バラール。さあ、これがワールドメガバトルオープントーナメント、キングオブキングス決勝戦です。ダン・ヘンダーソンか、レナート・ババルか。いや、しかしこう残ってみればですね、同じですね、そのレスリングをベースに持つ2人、はいはい、しかもその打撃がしっかりしていると、そういう意味では非常に似ていますよね。この試合を勝ち抜くために、これがやっぱり必要ないい形なんでしょうかね。小柄な、まずヘンダーソンからいきました。2人の体重差は 18.5 キロありますよ。まあ大雑把に20キロ。でまた2人ともこれ、あ、右ショートキックが入った。オリンピックになってるレスラーですからね。そうですよね。まさにどの部分、おっと右、どの部分を取り上げてもワールドトップクラス。右のストレートはかいくぐっていきました。早い試合になりましたね。そうですよね。二人ともやはり早い決着つけたいと思いますよ。スタミナやっぱあると思いますからね。二人とも。二人とも三試合目。金谷さん、この決勝戦はどうですか。もう始まっていますけれども。そうですね。ヘンダーソンが先の2試合目より今回の方が動きがいいですね。おっと。そうですね。だいぶ回復したんでしょうかね。そうですね。やっぱり決勝戦だから気合入ってますね。まあ、アメリカ国歌も流れました。この決勝戦、残念ながら君が代は流れませんでした。ブラジルかレナート・ババル、あるいはアメリカかダン・ヘンダーソン。これやっぱ長引けばババルが有利ですかね。これやっぱ体重がちょっと重いですからね。でもそうでもないですね。5分2ラウンドなんで。タトゥーを入れていますのがババルです。南米のレスリングチャンピオン、98年と99年、そして96年99年はブラジリアンバーリトゥードチャンピオンでもあります。今回のこのオープントーナメントで日本初上陸。頭をアピールしてる。後頭部を打ったところ。これはでもグラブつけてますよね。後頭部を打ったりとか、後頭部への打撃は途中にしましたか。試合を続行します。ロキック、いきます。おっとヘンダーソン、ババルが初めてバック崩されましたね。これヘンダーソンやっぱすごいですね。やっぱ素晴らしいタックルの技術ですね。ルールにはですね、後頭部への急所への攻撃というのはやはりグローブをつけてもダメになっています。あれは脊髄ですね。それをアピールしていたんだと思います。しかしレフェリーはそれを取っていません。ババルアームロックいきますね。この体勢から金原さんはどうですか、はい、取れそうに見えますか。まだヘンダーソンがちょっと警戒してますから、まだ難しいですね。ああ取れましたね。今体勢が変わりました。ここでプレブレイク。ああいいところですね。すでに2試合した人のスピードには見えないですね。本当にそうですね。いや、一気に頂点まで駆け上がってまいりました。この手の大会としては破格の20万ドルの賞金、20万ドルの賞金額です。そして賞金総額としましては大会50万ドル、まあ5500万円です。右ラッパー、もう一回ヘンダーソンのパンチです。あれでみんなやられちゃうんですね。いやすごいコンビネーションですね。
ヒダソンが今上になってます。もうあの UFC とかでもですね、あのほとんどあの相手やってるのはあのショートアッパーなんですよ。あのクリッチしてるの、はい、いやしかし金丸さん一回いましたね。ヘンダーソンはそうですね、動きいいですね。いいですよね、はい、あやっぱり精神的なものは大きいのかもしれません。田村を破りましたヘンダーソン、この決勝戦いい動きを見せています。ババル、ババルも無尽蔵のスタミナかという感じもあったんですが、さすがにこの決勝戦はその疲れを完全に隠すことはできません。おーっと今の大きく、思わずバランスを崩してしまいましたヘンダーソン。足はボトムロープにかかっておりますけれども、ちょっとそれが気になります。ババル攻めないとブレイクになります。ババル、あれがいいと思いますね。あのパンチをちょうど払ってきてるのは、あもう一度も振ります。早かったですね、なんかね。いやいやいや、なんか今日は時間の流れがむちゃくちゃ自分の中で、浅草ビートのお二方どうですか今の1ラウンド見て。そうですね、ババル選手というのは相手が火を出せば僕は水を出す、相手が水を出せば僕は火を出すっていうね、言ってたんですけど、ポケモンみたいな、ね、いや本当臨機応変ですね。そうですね、この大会でなんかそのババル選手っていうのは非常に魅力的なのに気がつきましたね。これ多くのですね日本のファンのこの手の大会のファンの方に印象付けることができたでしょうね。いろんな先入観が今日の試合全部飛びましたね。おそれぞれの試合で、はいはい、だから本命対抗で予想してたら全部外れましたしね。これ予想した人がね先ほどから話してますけど、はい、どれだけいたかという、これ当たった人はどうだ見たかというもう大いばりでしょうけどいやそれは運でしょう本当にそうです。一番これはないだろうって本当に言ってたんですよ言ってた。あそうですか、さあ第2ラウンドです。このラウンドで決着つくんでしょうか。最後のシーンが刻々と近づいているようです。すごいな、おー3人いくの、おーこれで決まるか、力技か、おー足を持った、足を持った、首一つ持って、ショートアッパー来ますよ。タックルタックル、足を引っ掛けた、アッパー出す暇がなかったようです。キングオブキングス、頂点に立つのはババルかヘンダーソンか。2ラウンド目、このラウンドで決着がつくかどうか。3試合目、当然ながらこの激しい息遣いです。でもおよそまあ18キロ19キロ 18.5 キロなんですが、ヘンダーソンのパワーというのはすごいですね。どの相手にも必ずいい勝負してますよ、ね、体も決して太いわけじゃないですからね。そうなんですよ、体でいったら間違いなくババルですからね、はい、あのアイグルの津波のような攻撃を止めたのに驚きましたよ。本当にそうだ、アッパーに関して膝を持ち上げていきます。ババル、この戦いが終われば両選手とも休むことができます。おーっと大きく拾った、このアッパーで自らを守ってまいりましたダン・ヘンダーソン。バブラ作戦変えましたね、ブラジルとアメリカの選手が、なんか大変ですね、日本武道館で決勝戦。ですね、ババルのですね、トレーナーのレイタルさんが言ってたんですけども、ババルのですね、非常に優れてるところはセコンドの声をよく聞いてるところだと、もう一度セコンドの声がですね、よく聞こえることだと言ってたんですね。で多分作戦変更も自由自在だって言うんですよね。あーちょっと今セクサン変更を申し言ったと思いますよ。なるほど、ヒッターの上ですね。あその作戦考えると外部化してるわけですよね、内部じゃなくて。はあ、はあ、なるほどね。いやしかしこれハマったんじゃないですか、突っ込んでったぞ。あっ、金原さんどうぞどうぞ。あ
スーッと入ってますね。決まりました。おお、勝つのはヘンダーソンか。タムロを破ったヘンダーソンなのか。ヘンダーソンすごいですね。ヘンダーソン、あれをあの技得意なんですよね。ヘッグロックってすごい得意な技なんで、やっぱ狙ってますね、タックル来るとこ。はい、なるほど。アクション。タムラを下して勢いでそのまま。このババルをも下しますか。いい感じで試合を進めています。ここでブレイクスタンドアップを要求しました。2ラウンド、あと時間が100秒。ババルが生き生きできないですよね、ヘンダーソンの声でね。そうですね、ババルさすがに切れましたね、切れてきましたね、息が切れてます。素晴らしい。田村さんで見せていたあの無尽蔵の体力の底をつくのか。おお、足を絡められています。しかも首取れたか。ヘンダーソンが自分のペースで試合を進めています。素晴らしい、さすがレスリング王国アメリカでですね、オリンピック王になったということはありますよね。ありますね、アクション。ダン・ヘンダーソン勝って優勝してディズニーランドへ行くのか。取ったお金は全部自分のトレーニングに当てたいとも言っていました。まあ少しはその遊ぶためにも使いたいんですけれども、というダン・ヘンダーソン、このまま行き合いだとそれも可能であります。これが3試合目、その辺を考慮してご覧いただきたいと思いますが、しかしそれにしてもヘンダーソン大したものです。ババラ何か切り返すことができるか。いや、ヘンダーソンですね、2日前に取材したときはですね、もう飛行機の上下ですね、もうフラフラだよと言ってたんですよね。それでこのスタミナですからすごいですね。残り10秒だ。おお、本当じゃあいっちゃうじゃない。さあ最後のゴングがなりそうです。ブレイク、スタンドアップ、スタンドアップ、一回して押してるよね。試合終了です。すごい、はい、いやー、ベンバー勝戦です。しばらくお待ちください。立派だ。これ、差つきます。僕はヘンダーソンだと思いますけどね。そんな感じもありますが、あ、ヘンダーソンはもうあれですよ、セコンドと賞金で歯の治療したいみたいな。こんなにスタミナって回復しちゃうもんなんですかね。すごいですね。全員が僕コピロフ状態になると思ってたんですけど、あ、なるほどね。いやいや、決勝すごい、やっぱ決勝だよこれは。さすが決勝すごいやっていう声がもう何回も出ましたけども、だってどの試合見てもいい選手だなって思ったじゃないですか。負けた選手含めて、そうですね。さあ発表いたします。さあ聞きましょう。ジャッジジョン・クルーミング20対20、ドロー。おお、まだやりますか。ジャッジ藤原19対20、ダン・ヘンダーソン。おお、どうだ。ジャッジ太田20対20、ドロー。ということはヘンダーソン10対0でダン・ヘンダーソン選手の勝利。ババルです。あ、そうですね、失礼いたしました。興奮してます。興奮してます。いやー、ダン・ヘンダーソン勝ちました。いやー、立派だよ。僅差でノゲイラを下したヘンダーソンが優勝されています。みんな僅差ですね。いやー、小原さんも僕からみんな僅差ですね。そうなんですよ。ヘンダーソンに敗れたわけですから。でルールが違って、今小原さんがここにいたかもしれない。そうですね、はい。素晴らしい。でも、いやでも最後までスタミナが続きました。レナート・ババルは準優勝ということになります。あー、すごい、大満足だ。よくやった。いや本当ダン・ヘンダーソン判定が多いんですけど、そうですね、 1-0 とかっていうのは本当スプリット多いですよね。これ金原さんも先ほどねおっしゃってましたけども、ね、まさに本当に1ポイントだけで敗れるというのは悔しい。悔しいですね。でしょうね、これね。俺今バリアフリーって言いましたけど、バリア一人いましたね、うん、この人はバリアですよ。なるほどなるほど。壁ですね。いやだけどとにかくあの切れるでしょ、全部相手の攻撃を。そう、攻撃を止められるんですよね。
金原さんはこのダン・ヘンダーソンに1ポイント差で敗れてます2回戦で迷ってます、もういや何がどうなっていくかわからないですけれども、ヘンダーソンが優勝。実はなんかヘンダーソンは関節がないっていうところで決め手がないような気がしてたんですよ僕は。それがなんか最終的に良かったのかなと。いや、ルール的には生きるんだなと思いましたね。でもさ、前から知ってたわけじゃないアメリカの新内選手にさ、好感を持つじゃないですか、ある種の。これが今度の新しいリングスだなと思いますよ。ミビーキとかを超えられるじゃないですか、アメリカがこうトップに立つっていうのもね、意外ですよね。すごい信じられない、リングスの中では。あ、本当だ。今までオランダとかね、あれでしたけど、ババルは下がっていきますね。これからセレモニー、表彰式の準備が始まるようです。いや、終わってみればこうやっぱりレスリングがやはり最強格闘技に近いのかなというのはちょっと見えてきましたね。専門家の予想も全部外れてんじゃないですか、これは。これはそうでしょうね。僅差ですね。でも本当に、ヘンダーソンがね、どっちが勝っても負けてもおかしくないですよ、ここまで来ると。ヘンダーソンは1回戦バクーリ、2回戦金原さん、そして、準々決勝ではアイブル、それから